見てないっすよね、アイドル事務所の人というか、ね、そのいわゆる運営という人。どうも、源健太郎です。以前別の動画でもお話したと思うんですけども、僕は、このライブアイドル業界に本腰入れて参入しようとか戻ってこようと思った時に何をやったかというと、自分で小さいライブハウス、イベントスペースをやって、そこで3年間ぐらいね、ライブアイドル業界のことをみっちり勉強しようと思ったんですよね。なんで僕のことを、僕がやってた、ライブスペースを通じて、まあ、知った人も多いかもしれないんですけども、僕は、基本的にはこう何かをやるときに当然勉強したりとかしなきゃ何もできないと思ってるんで、これは当たり前だけどね、自分がライブアイドルを作ろうと、そういう仕事を、まあ、昔に20代の頃やってましたけど、またこう30代になって、もう一度チャレンジしようという時に、今の、この業界のこととか、こう今のこう末端の状態というのを知るために、自分がまずその場所である、ライブスペースをやりました。それをやることで、まあ、3年間でもう数百本、千本ぐらいの多分ライブを制作して、それを自分の目で全て見てきたし、データとしても全て映像としても、それを残してきています、なので、僕は3年間で末端のライブアイドル業界の、ね、演者のステージのこともそうだし、それに対する観客の お客さんのリアクションであったりっていうものも全て、自分の中にある程度はインプットしてきました。それ以外の例えば物販の情報であったりとか、人気のあるアイドルは、こういう物販仕方をやってるとか、例えばスタッフの人がこういう感じの態度でやってるとか、でライブ以外のこうアイドルのビジネスの状況、環境みたいなのも、まあ、僕なりに自分のお店で、ね、それで仕事をしながらインプットしていくというような生活をしてきました。なのでたった3年ではありますが、僕がこうライブアイドルの世界を勉強したインプットの量っていうのは、おそらくだけど、ただアイドルグループをマネジメントしている人よりは何倍も多くのものを僕は見ていると思います。ただそれはね、あくまでも自分がやってた本当小さな小さなお店の中の出来事なので、じゃあ他のライブハウスではどんな感じなんだろうとか、じゃあ他のね、さらにもうちょっと上のランクのアイドルの現場だったらどうなんだろうっていうものを見なきゃいけないですね、調べなきゃいけないということで、真っ赤なゴールデンアイドルグループを作りました。で、真っ赤なゴールデングループで、いろんなライブハウスにも出していただきましたし、時には無理をして少し上のランクの、ね、人たち、全然ランクが違うように思われがちな、人たちの出ているライブにも僕たちは挑戦したりもしていきました。で、そういういろんなライブハウスのライブに出た時に、真っ赤なゴールデンのファンの方とかね、僕のことを知ってるからとか結構気づいたと思うんですけども、僕はめちゃくちゃ他の出演者のライブ見てるんです。基本的にはライブ会場に入ってからはもう僕は基本的にはメンバーとは一切もう顔合わせないんですよ。打ち合わせみたいなことは全てライブハウス入る前に済ませて、ライブハウスに到着したら僕はもう真っ先に客席に行くんですね。で、そこから自分たちの真っ赤なゴールデンが出るまでの時間の出演者のアイドルさん全部見ます、うん、で終わった後物販始まるまでも時間があったら、しばらく見ます。でなんなら物販終わった後その次急いで移動しなくてもいいんだったら、見れる限りライブ見てから僕帰ります、うん、なのでそれだけこの仕事をやってるんだったら、この仕事のありとあらゆる情報をやっぱインプットしたいんですよね。ありとあらゆるその現場っていうものをちゃんと見た上で自分の商売に生かしていきたい。それがまあ基本的には僕のポリシーなんですよね。でそう考えてたら、例えば自分がやってたお店でもそうだし、それで僕たちが他のライブハウスのね、ライブハウス出演した時もそうなんだけど、やっぱり周りを見てると、その出演してるアイドルの例えばマネージャーさんらしき人がこうビデオを撮ってたりとかそういうのいることはあるんだけど、基本的にはあんまりライブ見てないっすよね、アイドル事務所の人とか、ね、そのいわゆる運営という人見てないんすよ基本的に。だから自分たちのやってることが全てで、自分たちが正解で、自分たちはものになるって思ってんのかどうか分かんないですけど、やっぱりね、同じジャンルの仕事してたらね、やっぱ見ないと僕はダメだと思うんですよ ね。当然反面教師的に役立つ情報だっていっぱいあるんですよ。あ、こんなことはうちの事務俺は絶対しないなと、あ、こういうことをこの子はステージの上で言っちゃうんだ、言っちゃうから人気ないんだろうなとかね、例えばそういうダメな人から学べることっても世の中いっぱいある。だから自分たちの格上で人気があるアイドルばっかり見てたって勉強になんねえんだよ、
だ人気ない人を見ることで、まあ、なんで人気ないのか、なんで儲かってないのかっていう原因探しもできますから、うん、僕はそういう意味で、自分のお店だったりとか自分のグループが出演したライブハウスでとにかくありとあらゆる演者のライブを僕は見まくりました。この数年間物販会場でさっき言ったようにね、こうどこのライブハウス行ってもどんなものを売ってるのかなっていうのを僕はお客さんのふりしてふらっと見て回るとか、うんね、こうビラ配りしてるアイドルの子がいたらこうお客さんのふりしてこうもらいまくるとか、うん、で基本的にはそうやっていろんな情報のリサーチの場として、そのライブっていう場所を使ってました。だから、まあ、僕はある意味ではお金を払わずしてアイドル業界の勉強をこの3年間やってきた。自分でお店をやることでそれでお客さんからお金をいただきながらアイドルファンの人の考え方、アイドルファンの気持ち、アイドルファンにはこんな趣味の人たちがいろんな人がいるってことで、一方アイドル事務所もいろんな事務所があってアイドルやる子にもいろんな女の子たちがいて、でそこをどうつなぎ合わせて、ね、どこをそこをどうリンクさせて商売としていくのかっていう、そうするか考えるための、まあ、データだけはもう多分そもうどのアイドル事務所の人よりも持ってると思います。本当に考えた。もう3年間それしか考えずに生活してきた自信はありますので、本当ね、ライブアイドルを作りますっていう仕事をねしてる方とかそういうことをやろうとこれから思ってる人たち、本当にね見なきゃダメですよ。もう全く見てない、ね、ただ有名なアイドルの人たちばっか見てね、いつかああなれるかもなんて思ってるやつってバカだな。そんな人が例えばやってるアイドルグループ絶対物にならないから、いわゆるクソ事務所クソ運営だから、うん、もうすぐ女の子は辞めなきゃいけないし、特に商売として大事なのは失敗を減らすこと、失敗をしないことなんで、って考えたらそういうね末端の失敗をしている人たちっていうのをこうやっぱいっぱい見るっていうのはね、本当に僕は勉強になりました。自分も末端だから、その末端のこうライブアイドルシーンの中で失敗しないっていうことを、ね、僕たち、僕なんかは結構軸として考えて、ね、その夢みたいな大成功っていうのは、まあ、その継続の向こう側にさらに後の問題なんで、そこでね、それがまず継続できなきゃ何事も成功にたどり着かないの。いや、本当にライブを見ないアイドル事務所の人、めちゃくちゃ多いなって思いました、この3年間、うん、自分のアイドルが出てるとこだけピュッと来て終わったらピュッと去っていくみたいな、うん、それ以外そこまでの待ち時間の間何やってたんだろうと、うん、もう何組かでも見たらいいのにって本当ずっと思ってましたね、うん、だからやっぱりその程度のレベルの人たちがたくさんいる世界なのは間違いないので、僕はね基本的にはそれがねもう少し変わればいいなと思います。やっぱ何よりそういったね、やっぱ事務所だとか運営とかプロデューサーって人が主導でやるビジネスモデルじゃないですか、このアイドルグループを作るって。だからその人が何も分かってない人だとどんな才能ある子が集まっても失敗しますから。なのでアイドルを目指してる女の子もその有名無名関係なく、うん、ちゃんと、ね、そういうビジネスのこの商売の知識や経験がある人なのかどうかっていうね、そういうのはある事務所なのかを見極めるっていうのも本当に大事だと思いますし、 これからアイドル事務所を始めようとかね、アイドル運営やろうという人たちは、ね、本当にそんな甘くはない世界なんで、めちゃくちゃ、勉強してインプットして、挑まないといけないよというようなことを、今日はお話ししておきました。なので、ね、僕なんかは3年間めちゃくちゃ見てインプットはしたけど、結局それでもね、うん、どうなるかなんか分かんないし、何者にもなれないかもしれないような世界なんで、うん、やっぱりそれだけの時間をかけてない人がワンチャン掴むのなんかはもっともっと難しいかもなと、その天才みたいな人以外はね。僕はだから自分が天才じゃないっていうのを分かった上で、じゃあ自分はどういう戦い方だと他の事務所に勝てるのかっていうのを突き詰めてるタイプなんで、うん、なので、まあ、僕は僕にしかできない方法っていうね、それ3年間自分のお店で商売をしながら勉強するっていう方法を選びましたけど、それ以外にも、まあ、いろんな方法があると思いますんで、ね、とにかくライブを商売にしようと思っている人ならば、まずはライブを見るっていうことを、やらなきゃいけないよというような話を、今日はしておきました。というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。